2016年6月23日、韓国聯合ニュースなどによると、韓国の国際空港で実弾を所持したまま飛行機に搭乗しようとした乗客が摘発された。チュンチョンプクトチョンジチョンウォン警察署は、同日、ポケットに実弾を入れたまま、チョンジュ国際空港を立とうとしていた22歳の男を、銃砲刀剣火薬類安全管理法違反の容疑で拘束し取り調べていると明らかにした。警察によると、男は22日、軍服のポケットに実弾を入れた状態で保安検査場を通過しようとしたが、金属探知機が作動し摘発された。男は、調べに対し、最近除隊し、記念に持ってきた実弾を軍服に入れていたことをうっかり忘れていたと話している。同空港では、今月15日にも、乗客のカバンから、銃の部品が見つかったほか、2月には、会社員の男が実弾を所持したまま、保安検査場を通過し、国内線に搭乗していたことが判明している。この報道を受け、韓国のネットユーザーがコメントを寄せた。軍の実弾管理がめちゃくちゃなんだな。いっそ、迫撃砲弾でも一発持ってくればよかったのに。実弾がなくなっても、軍隊では何の問題にもならないの？ポケットに小銭が入ってるだけでも引っかかるのに、どんだけの度胸なんだよ。薬莢が一つなくなっても大変なのに、実弾とは、どこの部隊か知らないけど、今頃大騒動のはずだ。ものすごい間抜けだな。記念に持ってきたって本気で言ってるのか？銃刀法違反だけじゃなくて軍用品の窃盗にも当たる。記念ならいっそ戦車で家に帰れ。これで北と戦争なんてできるのかな。飛行機に乗る予定がなかったら気づかれなかったね。そのうち空軍の除隊兵が戦闘機に乗って出てくる日が来るだろう。